ライターの走りの方がおられました、街角に立って庶民のいろんな気持ちを言葉にしてアカペラで歌っておられた方です。引き玉添田あぜんぼを歌う、ああわからないっていう曲があります。それを歌詞をいろいろ変えてやってるんですけども、3月から4月にかけてたくさんできたので、とりあえずずっとやっていきたいと作っていきたいと思ってるんですけども、3月4月のできたああわからないをやります。最初と最後はあぜんぼうさんの詩です。ああわからない、明治39年の曲です。ああわからない、わからない、今の浮世はわからない、文明開化というけれど上辺ばかりじゃわからない、ガスや電気は立派でも蒸気の力は便利でも、免疫細工か天ぷらか磨け倒しの夏卵、人は不景気不景気と泣き言ばかり繰り返し、年がら年中日の車回しているのがわからない、ああわからない、わからない、賢い人がなんぼでもある世の中にバカ者が銀になるのがわからない、銀というのは名ばかりで隠蔽嘘つき二枚舌、貧乏人から金むしり大金持ちだけ金儲け。では3月の思い出。ああわからない、わからない、 SNS なんぞに踊らされ、マスクにティッシュにトイレットペーパー、何を根拠に買い占める、自分の分だけならわかる、法外な値段をふっかけて人の弱みにつけ込んで、ネットで転売を駆動し、ああわからない、わからない、政治家ならば国民の命を守るが一番であろうはずだが、現実は利権にプライド私利私欲、あげくの果てには質問につまらないことを聞くんだね、お前の中身こそつまらない、ああわからない、わからない、会見なんぞはわからない、原稿を読み上げ早々と質問打ち切る終わらせる、答える内容中身がない、会見している意味がない、何にも対策考えてない、宴会している場合じゃない、ああわからない、わからない、まっとうな人ほど気に病んで自ら命を絶つほどに悩み苦しむ抱え込む、所詮はトカゲの尻尾切り、イケシャーシャーと嘘ついて人としての誇りを捨ててまで何をそこまで守りたい。では4月。ああわからない、わからない、オリンピックを諦めた
途端にコロナの感染者、うなぎ登りになぜ増える、自粛要請自己責任、お金は無利子で貸しますよ、お金の代わりにお肉券、一家に2枚の布マスク、あーわからないわからない、うちで踊ろうステイホーム、首相は優雅に犬を撫で、ファーストレディはアウトオブホーム、働かなければ食えません、明日の米代ありません、現金給付は2ヶ月後飢え死にするしかありません、わからないわからない、なぜに我々人間は互いに核までアクセプト、朝から晩まで働いて苦しい目に遭い、何十のことに出会って死ぬよりも辛い我慢をしてまでも命を続けているのやら、どう考えてもわからない、何を目当てにながらえているのかさっぱりわからない、我が身で我が身がわからない。ありがとうございました。おうちでライブ。